くん、綱引きじゃないから。タカくんもみんなで仲良く。しちゃあ、コタロウ、お前こんなところで何やって、もしかして一人で出てきちゃったのか。ごめんね、タクマ。今日は一人で偉かったね。でも約束守って走ってきたせいなので大丈夫です。気にしないでください。いや本当にな。はい。湯冷めする前に決めろよ、コタロー。コタローのこととかもちゃんとできるほど俺絶対器用じゃないし、っていうか俺ちゃんと失礼のないように断れるかな。なんかこいつ人ん家の庭に入り込んでこれもらってたぞ。兄ちゃん、でもちゃん、ばっちゃんの串売り。なんだ今の音、大丈夫か。ああ、うん、小太郎が返事でうなずいて頭打っただけ。大丈夫、一緒にガツンとやっとくか。やめろって。とにかく俺たちが目離さなきゃいいんだから、行くぞ。デミネぞ。俺だっていいだろ、会社で呼んでも。じゃああんまり泣かすなよ、神谷。それは大変だね。大変なのはヤギくんの方だよ。ちょ、大丈夫？そいつのこ…コタロウ！あー、すくみずとはイノちゃんマニアック。ウサイダくんは黙ってなさい。イノマタさん、学校の水着で来たんだね。何よ、悪い？水着の…これはジャース、ジャースナオイちゃん。みんな大丈夫？ウサイダさん見てないで助けてください。誰？コタロウは一緒になって転がらなくていいから。おい、かもよう見たらガキも全員男やないか。トマトとか可愛い顔しとるけど男やんな。で、はて、パパさん、兄ちゃん。それまでがあっという間に感じるのは本当だ。大変お上手です、コタロウ様。サイカはこっち見たってや。おーり、そっちなんか見てやんねえじゃ。おー、勝手にせい。キリン、こっち構えて。へえ、俺、横見るじゃ。見るか、見る。って、あんたたち、人の話は最後まで聞きなさい。生まれるのは明日よ、明日。行くのは明日らしいから、今日は解散するか。って、お前ら、どっからそんなもん持ってきたの。コタロウも、もう戻るぞ。本当だ、もう殻が割れて動いてる。見えるか、コタロウ。あら、まカシマくんまで。また放課後にみんなと一緒に見にいらっしゃい。その時にはびっくりするほど元気になってるわよ、ヨコちゃん。あ、もうこんな時間。コタロウ。ヒヨコ出してんなら窓くらい閉めとけよ。何ですか？すいません、あの俺の電話水没してから調子悪くて。どのように皆様に打ち解けていただければ良いものか。さっちゃん、さようですね、小太郎様。やはり龍一様たちのようにはいきませんでしたが。ストップストップ。やっぱりセクハラだの、おもちゃにされる系だのが苦手なんだな。分析してないで助けてください、ウサイダさん。好きかもっていうか、むしろ痛いかもと思ったけど、むしろコタロウくんが私のせいでかわいそうなことに。コタロウ様、何かお菓子でもお作りいたしましょうか。おやつ作戦、なんとおかわいらしい。小太郎様、あまり奥へ行かれますと痛いのですね。では私が読んで差し上げましょう。これからここで育っていく彼らのために。お帰りなさいませ、龍一様。ご無事で何よりでございます。ありがとうございます。
映画見に行っただけですけど。まだちょっと早いんじゃない？あ、いえ、あの一応ここにサンタのイラストが。え、どこよ？ここです。ちっちゃ。よくど、どう見ても二人じゃ食べきれない。これで虐げられてるとか言ったら罰が当たるよな。うん。あの、今日はおばあさんは？最初にここに来た時より小太郎も随分何を考えているのか分かりやすくなったよな。わ、俺たちがケーキとかに夢中になっている間にいつの間にかいなくなってて、それから突然玄関のチャイムが鳴って